セスティーブン・ウォルブルック協会。セスティーブン・ウォルブルック協会は、イギリスのロンドン、マンションハウスの隣にある、イングランド国教会の教会。ウォルブルックという地名は、昔そこを流れていた川の中から出たもので、この教会はその西側の岸2096年以前に建てられたと考えられている。 1666年のロンドン大火で消失した時にはクリストファー,ーレンによって再建されたが第二次世界大戦で破壊されて以降は再建されていない。天井は八つのコリントスの柱と八つのアーチが透明な窓で区切られており壮大なドーム状になっている。1940年のロンドン大空襲で大損害を受けたが17世紀の縦狂いは残存している。 自殺防止機関、サマリタンスの創始者チャド・バラーは1953年から2003年、この協会の主催であった。イギリスで自殺が増加していた1953年に、協会の事務所で、バラーが始めた自殺予防のための電話相談に橋を発する活動。日本の命の電話のもとになっている、セスティーブン・ウォルブルック協会の内部、ありがとうございます。